八幡市はかつて福岡県の北東部に存在した市。鉄工業を軸に北九州工業地帯における重工業の中心地として栄え、1963年に小倉市、門司市、戸端市、若松市と合併して北九州市となり消滅した。九州市域は区政によって八幡区となり北九州市内の一区として発足したが、 1974年4月1日に、八幡東区と八幡西区へ分割された。現在、京都府に同名の八幡市があるが、同市の市政志向は本市廃止後であるため、両者が同時に存在した時期はない。地域は、律令成果では、地区全国、部全国にまたがる地域だったが、廃藩地県によって、福岡県に属した。1901年に、 日本初の近代製鉄所である、関英八和製鉄所の建設地に選定され、以後は、この八幡製鉄所を軸に、工業都市として飛躍的に発展し、鉄の町と呼ばれるようになる。太平洋戦争中の1944年6月16日に、初めて B-29 を使用した日本本土空襲の対象となる。空襲はこの後、 同年8月20日に行われた後は1年近くなかったが終戦直前の1945年8月8日の空襲で大きな被害を受けた。この空襲により発生した煙は八幡市へもさらなる壊滅的打撃を与えたであろう小倉市への原子爆弾投下を妨げることとなった。1962年頃、上で述べたように官営八幡製鉄所及びその更新の 日本製鉄や幡製鉄所に代表される重工業を主幹産業とした。戦後は、この日本製鉄が解体され発足した八幡製鉄と、黒崎大業、安川電機などが市内の最有力企業として、地域経済を牽引した。なお、八幡製鉄が合併により、新日本製鉄となったのは、北九州市発足後の1970年である。 住友金属工業は2012年10月に統合し、新日鉄住金となり、さらに2019年4月には、日本製鉄に、称号変更されている。戦前から1950年代にかけ、八幡市の中心地は、中央町で、八幡製鉄所の東門があり、西鉄北九州線の枝高線との分岐点にも、なっていたことから非常に栄えた。また、 八幡市に編入された黒崎・織尾地区では商業が発達した。特に黒崎は1970年代初頭より一大商業地となり北九州市の副都心と位置づけられた。北九州市発足当時、北九州市発足以前の出身者。北九州市政がより昭和38年9月1日号、P5、区名の由来北九州市、北九州市市近代。 現代行政社会1068ページ。北九州市市金代。現代行政社会810ページ。北九州市市金代。現代行政社会987から8ページ。AB 北九州市市金代。現代行政社会992ページ。北九州市発足時の暫定市役所は旧戸端市役所。ありがとうございます。